イスマイル・アイ・サティは、オランダ出身、オランダ・モロッコの二重国籍を持つ、サッカー選手。TFF1、リグ・デニズ・リスポル所属。ポジションは、オフェンシブ・ミッドフィールダー。2005から06シーズン、ローダ・ JC 戦で、トップチームデビュー。17歳だった。さらにそのシーズンの UEFA チャンピオンズリーグ、AC ・ミラン戦で、途中出場し、トップチームデビュー。 ホームゲームのミラン戦では先発出場し、若さに似合わぬパフォーマンスでミランに勝利する原動力となった。2007年にローン移籍した FC2 エンテでは活躍したが、PSV アイントホーフェンに戻ってからはアフェライがおり、出場機会に恵まれず不満がたまり、2007から08シーズン終了後に移籍を希望、ライバルチームであるアヤックスアムステルダムへ移籍した。 しかし、アヤックスにおいても、2008から09、2009から10、シーズンともに、十分な出場機会が得ることができず、2010から11、シーズンは、フィテッセ製1年間のローン移籍した。チームはシーズンを通して低迷するものの、アイサティ自身は、キャリア最多のリーグ戦出場とゴールを記録した。2011から12シーズンは、アヤックスに復帰するものの、シーズン当初は、 リザーブチームからのスタートとなった。2011年11月27日にトップチームへ合流すると、その後は交代出場ながら出場機会を得ている。シーズン終了後、アヤックスより3年間の契約延長をオファーされたが、結局、物別れに終わった。その後、契約を前提として、プテッセにおいてトライアルを受けていたが、 ここでも自身の希望のサラリーを受け入れてもらえず、契約には至らなかった。結局、移籍金なしでトルコシュペルリガのアンタルヤスポルへ加入。2013年夏にロシア一部の FC テリクグロズヌイに3年契約で移籍した。2016年6月14日、アランヤスポルに移籍した。各年代の代表チームでは活躍し、2006年の U-21 欧州選手権では、オランダ代表の背番号10を背負うも、オランダ A 代表からは招聘されず、モロッコ代表としてプレーすることを選択した。2011年8月11日新前試合戦である代表戦で、ウサマ・アサイディとの交代出場で、モロッコ代表デビューを果たした。ありがとうございます。